秋葉原クロスフィールド秋葉原オークス秋葉原オークスパーキング秋葉原オークスパーキングとは東京都千代田区外神田秋葉原地区の秋葉原クロスフィールド内の秋葉原オークスにある地下立体駐車場2006年1月31日に運営を開始した現在は東京都渋谷区に本社を置く駐車場総合研究所が管理運営している自走式と 機械式を組み合わせた駐車場となっている。東京都区内に少ないバイク駐車場もある。駐車場の中で電気自動車による案内サービスポーターサービスや携帯電話の QR コード読み取り機能を使い、どの位置に駐車したのかを知らせる駐車位置情報提供システムを導入している。利用に応じて、秋葉、アイポイントが貯まるサービスや秋葉原周辺店舗と提携し、 ガンダムカフェやメイドリーミンで駐車券がクーポンとなるサービスを行っている。秋葉原エリアにあることからいわゆるいた車の利用も多く、近年では駐車場所長が中心となって、利用した通車の写真を公式ブログやフェイスブック等にアップしたり、ツイッターでリアルタイムの情報を発信している。ありがとうございます。